きます。投票してきよる。じゃあね、今日今日起きてすぐミカナのことを思い浮かべた人は一応、思い浮かべてないミカナ以外の人を思い浮かべた人は今日起きて一番にね、一番初めに思い浮かべた人がミカナの人は一応、別の人を思い浮かべたって人は2をお願いします。こんばんは。久しぶりにやりますね、ショールーム。なんか2増えてんぞ。2多ない？なんか2多ない？みんな誰のことを思ったんですか？2増えたな、おかしいな。今日はね、黒髪にしました。久しぶりではないか。そう、黒髪にしたんですよ。みんなどっちが好きですかって毎回聞くけど、黒なんかね、やっぱ似合うのは黒やけどね、写真写りとかになると茶色がいいからね。あと公園映えするのは茶髪なの。客席から見とったらどうかは知らんけど、なんか DMM とかで見た感じ茶色の方が、衣装当たった時にさ、やっぱさ、なんか衣装じゃない、照明当たった時にさ、やっぱさ、なんか茶色の方が華やか。私茶髪の何が嫌って、顔色が悪くなるけど、やっぱさ、光、あのステージのライト当たったらそんなん関係なくなるから、茶色が良くなる。花粉やばい、それ本当に花粉やばいよね。花粉やばい、ずっとだってくしゃみ止まらんもん、外出たらめっちゃ嫌や。でもみんなによく聞くやん、好きな髪型何とか。一番多いのが黒髪ストレート、これこの黒髪のストレートで下ろしてるのがみんな好きっていう人が一番多い。たまになんか邪道の茶髪ハーフツインとかもあるけど、なんかさ、ちょっと肌荒れしてるから嫌やん。滑らかにしとこう。ちょっと美肌にします。ごめんなさい、変わった、肌荒れてるからね。邪道の人もおんのよ、たまに。いつまで投票してる？これはあのギフト投げるのを防ぐために、ギフト、そう、ナンバトル中はちょっとギフトなしで。みんな何バトル投票してくれましたか？
投票に意味は特にないです。してくれましたか、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうありがとうございます。もうお話し会完売しちゃう、完売ちゃうの、お話し会の受付はもう終わったと思う、終わったよね、あれ終わってないっけ、あ、これの投票じゃないですよ。ナンバトルの投票の話です。このショールームの投票したかどうかなんかね、ええんよ。どうでも。あ、そう、リアルお話し会はね、まだリアルお話し会は28日まででしたっけ、締め切りちゃうっけ、28日の12時でしたっけ、今ね受付中なので、あ、14が全然違った。14でしたっけ。全然違った、何で覚えてたやろ。18日の12時までなので。そっか、生バトル終わってんな。みんな待ってますね。関東では、関東が4月の関東が4月の16ね、そう4月の16で、関西がね4月の23ね、そうなので、関東も関西も行きますよ。関東が4月の13で 13で、関西が16で、関西が4月の23。あ、みんなコメントしてくれてたん、日付。あ、コメントしてくれてる、ありがとう。あの、ちょっと今見た、コメントしてくれてたん、ちょっとあのタイムラグあって今全然ね見えてなくて、今見たの、あら。偶然ね、ありがとうありがとう。そうだから待ってます。会って話せるのが嬉しすぎてさ、やっぱ会えるのって公園とかだけやから、全然喋れんからね今。嬉しいよ、嬉しいよ。ね、最後の握手会っていつでしたっけ？いつなんですか？N 公演楽しみにしてますって。そう、 N 公演の初日も決まって、 N 公演の初日が2月じゃない、3月の10、これはね覚えてるんよ、
これ覚えてるって言ったらさっきの覚えてないみたいけど、さっきのも覚えてるんですけど、15ですよね。2019か、握手会2019か、3年前。コメント見るなとか言われた、コメント見るなって、コメント見るなとか言われた、うん、配信中にコメント見るなってコメントある ありえんくない、配信中にコメント見るなってコメントありえんくない床の間あたり、あ、そっかそっか、床の間、え、マジ、え、マジ、え、それは嘘やろ、それは嘘やって、母校とか全然やってなかった、え、だってミカナがさ、あの休んだ時に、あの、できんくなったからさ、初恋か、初恋ってさ最近に感じるけど意外と前なんよな、あるくない、そういうの、最近に感じるけど意外と前なんやこの曲みたいな、あるくない、あ、そっか、リオナが、そっか、リオナがね、卒業した時くらいやな、アイライン長めに引いてる？聞いてない、いつもと一緒やけど、多分ライトのあれでメイクが目立ってるからいつもは馴染んでるところが見えてるだけやと思う、ね、前髪さ伸ばしてんの気づきましたか、気づくわけないよね、ごめん、ネイルめっちゃかわいいね、反射して見えんけど、あれ、かわいい、前髪をねずっと切ってない、いつから切ってないやろ、ミカナさ週1くらいで切るんですよ前髪を、でもそんなミカナが、あのコロナかかるより前やからコロナかかったのが区切りなの、めっちゃキモいコロナかかったの区切りにしてんのキモいけど、コロナかかるより前そう、コロナ基準、3月11のイベントって何、3月11は舞浜で、千葉の舞浜で、あのネクストアイドルなんちゃらみたいなやつに出ますコロナ前、コロナ後そう、コロナ後で、コロナ後の世界やから、今は人生のターニングポイント、コロナそう、誕生日の日には千葉でイベントです、そう、コロナの後遺症で前髪がね切れなくなっちゃって、
10日当たりますように。そう、10日は何バトル前の初日ですよね。そう、後遺症なんですよ。で、不謹慎なこと言うなって。そう、生誕 T シャツをそろそろちょっと考えないとじゃないですか。でね、みんな色何色がいいですかって聞こうと思って。生誕 T シャツを、まあ聞いたところでほぼ決まってるんですけど聞いたところで、黄色なしですね。白なしですね。デザインとか全然さ考えてなくてさ、オレンジなしですね。緑もなしですね。水色なんて絶対なしです。紺色も絶対なしです。透明はやめて透明にしたろかな。みんな捕まっちゃう。まあわかるよね。デザインどんながいいですか。全然考えてなくて。どんなんが嬉しい？まあ多分ミカナの好きな色です。好きな色かな。好きな色くらいわかるよねみんな。前の顔面 T シャツ、お、顔面 T シャツ2022バージョンにします。あれ2018とかじゃあ、あの顔面こんなに成長しましたみたいな感じで、顔 T にする、顔面 T にする。成人アピールもいいんじゃない。前面前面に顔面国宝山本美香なって なんとか書いてほしい。そんなん陽気んやろ。目立つし可愛いって。じゃあ顔面ティーにしようかな。でもさ、顔面ティーにできるほどの写真がない。潜在写真でいい？今の壁写でいいですか？どうしよう、うん、壁写はね、なんかグッズっぽいもんね。なんかオリジナル感がない。いや、これ生誕ティーもグッズやけどさ、みんなのある、みんなの全メンバーのあるグッズ感があるから嫌よね。目のアップ怖ない？どういう写真がいいですか？顔面の、なんかあのおしゃれな感じなのか、
アンジーピーですかみたいなこれはアンジーピーですかみたいなやつなのか、アイドルの正タンティーってすぐ分かるようなアイドルの自撮りって感じのやつなのか、レイのドーナツ食べてるやつ、レイのやつ勝手に使っていいんかな、グッズにその辺の問題ありそうじゃないですか。いや、なんかあるやん、アンジーピーってさ、さえさんの、なんで T シャツで違和感ないくらいこんな綺麗に写真撮れるのっていうやつあるじゃないですか、アンジービーで。普段から着れるようなおしゃ T が良い、おしゃ T にしますか。アイドルの時しかアイドルらしくできないから、アイドルらしくて言っても、いやそれもあるんですよねめっちゃ思う、それは。え、それめっちゃ思う、それめっちゃ思わん、めっちゃ思うわ、そういうの。なんかさ、めっちゃ思うわ。だって前髪もさ、伸ばしたくて今伸ばしとうけどさ、いやアイドルなんやから重め前髪しか勝たんやろとかさ思うしさ、めっちゃ思うわ。なんかアイドルの間は絶対なんか日本のアイドルって感じのアイドルでいたいなってめっちゃ思うわ何の話っていう感じなんですけど、いや、ミカノはさ、日本のアイドルにさ誇りを持ってるからさ、なんか日本のアイドルになったからにはさ、やっぱ最初から最後までなんかなんやろな、大人になってもできるようなことをするんじゃなくて、アイドルだからしてて可愛いことってあるやんか、そういうのをさ、やっぱアイドルのうちはさずっとやってた方がいいよなってめっちゃ思うわだからアイドルでもなんか年があれだからって言ってツインテールせんくなる人とかおるじゃないですか、えって思うんですよね。え、アイドルに年とかなくないって。いや、あるけどなんかね、めっちゃ思うわアイドルに年なんかないよって、アイドルっていう年齢じゃない、なんかアイドルはアイドルじゃん。だからもしなんか推しメンが、ミカナがね、ファンで推しメンがもう年だからツインテールできないとか言ってたらめっちゃ悲しくなる、なんでって。アイドルじゃなくなったらもっとできんくなるんやから、今のうちにその可愛いツインテールを見せてよって思いますよね。思わん？普通に似合わんとか言われたら、あ、しゃあないなってなるけど、年があれだからって言われたらすっごい悲しくなる。なんかアイドルが自分で年齢をなんかもうおばさんだからとか言ってんのめっちゃ悲しいからやめてほしいやめてほしいし、絶対言いたくないよね。年齢なんかないよって、アイドルに。そのさ、応援する人がおる限りさ、おばさんだからって言葉って本当になんかダメじゃないって思うわちょ、ごめん、意味わからん話して思いますか、わかりますか、これ。
だってさ、その人にとってはさ、ファン応援してる人にとってはさ、その人が何歳であれアイドルなわけじゃん、大好きな。やからさ、なんやろう、なんか年やからとか言ってさ自虐してんのめっちゃ悲しいよなって、思うわ。分かってくれる人がおって嬉しいよ。でもなんか悔しいのが、ミカナも MC とかでそれに走っちゃうことがどうしてもあるのがめっちゃ悔しい。いや、ミカナは自分でさ、別に実際に年でもないし、まだ自虐でそういうこと言うことはないけど、やっぱさ、キャラとかさ、普段の MC の流れとかもあってさ、人なんかあるやん、そういう年齢いじりするとか、そういういじり方をさしたこと何回もあるし、でもそれはマジで本当にしたくなくて、でもこうやってさ、したくないと思いながらやってんのかってさ、それは今後 MC でもしミカナがそれをした時になんか、うわ今言いたくもないのに言ったんやって有名になっちゃうし、なんかそれは、それを今後意識されるとちょっと困るんですけど、でも本当は言いたくないよね。けどやっぱ流れとかで言っちゃう、そういういじりに持っていっちゃうことはあるよね。なんか誰も楽しくないしね。なんか見た目と年齢のいじりはどうもちょっと苦手なもんで。まあしょうがないけど、そうなんですよ。何の話してたっけ、みかな、生誕でいいか。生誕でいい。そう、キャラになるから、そう、それもあるんよね。だから難しくない？なんかされて嬉しいって人も多分おるからさ、でもなんか別にそのされた相手が嬉しくないからとかそういうことより、ミカナがただただなんか年齢とか見た目についての話が好きじゃないっていうだけなんですけど、そこまで深く考えてなくて、ただただ苦手っていう、そういう話が。本当にアイドルだからっていうのもあるけど、普通に人として年齢とか見た目とか性別とかの話が苦手だから。そう、セーターンティー、セーターンティーの話をしてたよな。セーターンティーどうしよう。じゃあ、そう、おしゃれっぽいやつかアイドルっぽいか、そうそうそう、その話。どういう写真がいいんですか。ミカナだったら白黒写真でもおしゃれになりそう。白黒にしたよね、2019は。アイドルっぽくておしゃれなやつ、まあそれが一番ね、両方兼ね備えてるからいいと思うけど、あるかなそんな写真。なんか雑誌のオフショットとか、それこそレイのこの前のオフショットとかならさ、可愛いしおしゃれやけど、いろいろ難しいから使っていいんか分からん、怖いやん。
じゃあ探しとこうかな。照明強くない？そう、照明強いんやけど、ごめん。多分今月中には発売されると思いますよ。だから発売されたらみんなゲットしていっぱい来てくださいね。やっぱね、生誕って聞いてもらっとったらめっちゃ嬉しい。公演とかで、あ、成人式の振り袖の時の写真とかどうですか。二十歳なったぜっていうあれで、うん、ありじゃないですか。どうなんやろね、ありっすよね。なんかね、お話し会で成人式の写真が SNS で回ってきて、それで好きになったっていう人ってめっちゃ嬉しかったとか、なんか TikTok で多分誰かが作ってくれた動画が回ってきて、それで知って好きになったとか思ってね、すごい嬉しいね。なんかありがとう、そういう動画とかで作ってくれてありがとう。なんかね、 TikTok で知ったとかインスタでなんかおすすめのところで流れてて、普通にアイドルとして、アイドルって知らんくて見ててみたいな人もおって、 SNS って頑張ってみるもんやなって思いました。動画作れる人ほんとすごいね。すごいよね、めっちゃ可愛く作ってくれるから、みんなすごい。振り袖生で見たけど、ただの黒じゃなくてラメ履いてキラキラしてで、ほんと綺麗だね。ラメがめっちゃ可愛いと思って、あれゴールドのラメがめっちゃ可愛くてね。高前さんです。今何時ですか、ちょっと教えてほしい。なんかお話し会とかの宣伝画像とかも作ってくれる人多くて、みんなありがとうって思います。 OK、 41分で OK、 10時くらいに終わろうかなって思ってます。髪型も良かった、ストレートポニーですか。マジで髪型とか何も決めてなくてね、どうしようって思って、メイクさんに何がいいと思いますかって言って、ストレートポニーとかいいんじゃないって言ったから、あ、じゃあそれでってメイクさんに感謝。そう、何ぐらいやらないと、何ぐらいやらないと、何ぐら、恋と愛のその間には何があるでしたっけ。 T シャツにもラメ入れて、入れたいけど、そういうの無理なんよ、そういうなんていうのオプションみたいなやつ無理なんですよね。えラメとか入れたら絶対可愛い。可
ポイタイのその間には糖しかなくない？思うんですけど、ポイタイのその間には糖しかないでしょ。大喜利です、あれは。糖しかないよね。ポイタイのその間には何がありますか。恋と愛のその間には告白、いやそうね、恋して告白して愛になるもんね。倦怠期、これって倦怠期って なんて言うの、何待機、倦怠期。確かに倦怠期あるかもね。恋と愛のその間には恋します、送ります送って付き合います、ラブラブ、倦怠期からの愛、むずいよ。出会い、どういうこと？出会いって恋より前じゃない？出会ってからの恋じゃない？むず。みんな何やってるんですか？もう答えてる人。うん。ここでは言えませんでしょ、いいね食事確かに誘うもんね。まだ分かりませんじゃあここでは書けません、ここでは書けませんにしますわ。誰も書いてないですか、それかぶってないですか、かぶりいない。無理ないですか。お金って言ってたお金、いやいややね、お金はまだ全然あげてない。あ、オッケー。なんかね、いつもギリギリでやっちゃってやっちゃうからあ、これアーノンとカブルになっちゃう、かぶっちゃう、これパクリやんお前ってなっちゃうやばいかな。パクってるって なっちゃうかな。
大丈夫やと思いますか？かぶってない？大丈夫？大丈夫、言ったね、みんな言ったね、みんなを信じて書きますよ。あのんちゃんのパクっただろうって言われたらみんなのせいにしよう嘘やけど、みんなのせいにするからミカナとアーノンの仲をみんなが引き裂いたことにするから嘘ですけど、アーノンとね N 一緒になって話すこと増えてマジで可愛くて、可愛い、これで1位になったら気まずいパクリもどきなことして1位なのが一番気まずい。アーノンが笑っとったらめっちゃ嬉しい。あー笑ってるって、同じチーム初めてかな。そうやな、なんかでも B2 とか一緒に出てたから、公演そんななんか初めてって感じはせんけど、アーノンとはあの夕方 NMB の何やっけあれ、前説でラララライ体操したんやけどそのラララライ体操の振り起こしをまあ動画見ながらしたんすお笑いの動画を見ながら振り起こしをする日が来るなんて思わなかったっすね。でアーノンさ振り覚えんの早いからさ、ラララエターソーも覚えんのめっちゃ早くてさ、ミカナ全然覚えれんくてすごいなって思った。そう悔しかった、振り直前までずっと練習してたのに飛んじゃった芸人さんの映像見て振り起こししたアイドルっておるんかな新曲とどっちか別に新曲よりむずかったらやばいやろ藤崎さんたちすごすぎん そうみんなやってみて、意外とむずいから、あの舐めてかかったらむずいからやってみて。そろそろ終わろうかな、なんかライト強くてほんとごめんちょっと暗くしよう。
今は「ナンバトル2」の愛の投票を受け付け中なので、まだしてないよって人がいたら、締め切りが3月25の15時なので、ぜひお願いします。じゃあありがとうございました。また配信します。じゃあね、ありがとう。おやすみ。